はい、どうも小太郎ですというわけなんですけどもね、はい、いや今回はですね、本当ならば2人で剣岳行く予定だったんですけどもね、雨風が現地激しいというところでね、今回は泣く泣くって言ったら失礼ですね、あの富士山に行こうかと思います。あの富士山あなた行ったことないよ。初めてですか。今一番高い山やろ。いや一番高い、そうちょうど北岳とこう入れ替わりなるかお前、ずっとや高いうちにどこかな、ずっと高いなんで来たらだけどデッドヒートすんのお前。行ったことあるの？いや俺は4回目ですよ今年。同じルートばっかりや、吉田ルート。今年っていうかごめんなさい、今年じゃない、嘘つきました。ああ今まで、今までで 4回目なんですよ。あ、うん、何ルートとかあるやん。ああありますね。で一番ポピュラーな吉田ルートっていうところになります。はい、一番まあ、緩やかで、うん、一番長く、まあ長くて人が一番多いルートですね。一番低い、一番ね、高さは一緒なの？高さどうやったかな、高さちょっとわからないですけど、ね、スタートの時点はあまだちょっと真ん中ぐらいだったかな、多分、うん、っていう感じでね、2人でまたいつものようにねアホなこと言いながら登りたいと思います。言える言える、あなたが言うね。俺はそう、訂正する係なんで訂正する係なんで、じゃあそんな感じで今から富士山に行ってみよう。大阪で乗り換えるみたいです。はい、花の湯着きました。着いたよ。昼朝ごはん食わなかった。もう起きた瞬間からもうなんかすげえ説明されたけど頭入ってくるから。ここ何合目な？ここあれなんですよ。すごい理解してる人がいる。ここ全然違うところに立ち寄ったんですよ。ここじゃないんですよ。そうなんですか。大きい商業施設なんで。ほんまに富士山登るの？登れへんやん。すげえな、寝起きがすげえな。寝起き感すげえな。朝ごはんです。今思い出して、朝ごはんはバイキングです。はい、おはようございます。ゆきくろさんはバイキング朝食です。ちょっとよくわかんない。よくわかんない。多すぎやろそれ。これぐらい食わな、富士山行かねえんか、これ。はい、ご飯食べました。いい天気やね。いい天気やな。何をもっての基準やけどな。今年もどんだけ普段大嵐どうすんねんな。どんだけ大嵐。米がよく育つ、米が。それやったらあれやけどな。もう世間一般では悪い天気やな。ありました。じゃあ行きましょうかね。行こう。はい、今あれですね、体鳴らしてます。で、富士キックスさんは雨やまんじゃないか。雨やまへんな、これ。この微妙な小雨のがあるとんか。下のレイン行っとく？行っといたらな、めんどくさいしな。下のレイン、レインをはくってした。行けるか、いいんじゃない。あーでも濡れるかな。微妙なとこです。微妙なとこやな、こんな感じの。困ったな。何合目ぐらいまで雨降って？もうずっとほとんど降ってましたね。そうです。7合目。小雨？ずっと小雨。ありがとうございます。はい、どこか。はい、どこか。小屋の中、これやしな。あ、そうなん。俺は着替え持ってきた。ガイドさんに言うパジャマ持ってこないように持ってきた。これパジャマなんかいりませんとか言って。はい、どうぞ。あ、そう。値段これぐらいです。何ですかこれ。噴火カレー980円。もう全部富士山うどん800円。富士山ラーメン、すごいのに入ってるな。うまいな。これ海苔何ですか、書いてあるの、うん、これすごいな。ほんまやな、うん、全高25メートル。噴火をこうイメージしてるんやな。ほんまやな、はい、あ、噴火カレー
すげえあれやな、うん、不吉やな。もう誰も噴火してほしくねえよ。メガ噴火、メガ噴火されてる。もうダメじゃねえか。噴火していいのこれ。水250円、もうまだここじゃ安いわ。温水が売ってんの。ミルクコーヒー150円、お茶も150円、あ、200円、ちょうど、ちょっと出たいより高い、50円高いって言うのに、トラックで行けるかもしれない。これが富士山か。富士山いつもだったら見えるはずなんですけどね、全然見えないですね。ファッションチェックどころじゃないな、これ、じゃないな、ないな。じゃあちょっとその辺でズボン履くわ。ズボン履くか、とりあえず。すげえな、シャインマスカット買いました。めっちゃ元気な海弁みたいな。何ちゅうお前、食う前に食う前にお前すごいなお前。お前こんな緑のやつ見たことあるか。褒め言葉や。え、褒め言葉って何やねんお前。お前はい、食べてますけどね、美味しいですよ。美味しいですけどね、今じゃねえなこれ。温まる？温まるかお前。今じゃない、失敗した。もうちょっとカンカンでより食ってたんですけどね。でもなんかがっつりシャーベット状で硬いな、トロトロこぼれる感じじゃない。やっぱうんこと一緒やん。うんこシャーベット状ちゃうやんか。どうそう、なんやの、うんことか言うねんお前。いやいやいや、元は一緒やから。一緒ちゃうわお前。ナスカットじゃ元は。めちゃくちゃやなお前。新しいストック。そうそう、なんかこれに変えるとき、なんか長すぎると突き出るじゃない。あ、はい。あ、折りたたみ持ってなかった今まで。うん、あ、うん、これカーボン、カーボンって書いてる。カーボン高いよ、何個やしょ。2万3000円とかじゃない。うん、カーボン、うん、かっこいいじゃないですか。いまいち使い勝手がよくわからん。まあ今日デビューだな。すげえ。頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ。もう初めて感出てるわ。初めて感出てる。初めての富士山の。初めての富士山が出てますね、お前。ね、逆に初めてすぎて怖いわ。なんかやらかしそうやろ。初めてすぎて怖いわ。ドロドロで、ドロドロでもボロボロで、もう二度とこんこんなところ。っていうやつや、お前。これ買っていいかって。これ買って。酸素管あなた買ったら、あなた買ったら、もう大丈夫や。大丈夫。買いたくなったらもうちょっと登山やめるわ俺。え、なんで。そう、それはもう空気吸うてスイミングしてるようなもんや、うん、ちょっと違う、うん、ちょっとわかんない。違う、ちょっとわかんないな、ね、っていうとこやわ。10時41分スタートです、はい、頑張ろうね。頑張りましょう、はい、行きましょう。検温しなくなって。大丈夫です。あ、山の前で大丈夫です。じゃあ、本当も、バンドの人とか、検温いいですか。ちょっと手が止まる。変わりたくない。検温したらこんなことしなくなって。お名前を変えてください。お願いします。これ何のバンドなの。これは天王寺バンドを使います。あ、そういうことです。6問目で、6問目にも同じ、私たちと同じ人いますから、はいはい、確認しますから。あ、なるほど。6問目も確認するんですか。6問目でも一応見るだけ。検温、検温はしないけども。あ、これを確認する。これを確認する。あ、なるほどですね。この辺行って、でだから俺らは白雲荘までいくからな。こっち行くの、こっち行くの。え、こっち行く、こっち。
そうそうそう、白雲荘、1泊目で夜上がってご来光を見て、ここえこっち、いや違う、ピストンや、ピストンこっち、うん、こうやって帰ってくる、そうそうそう、ピストンちょっとずれるけど、ループに行くの、これあれよ、馬乗っていけるん、下山の時バテバテやった時のもう背に腹は変えられへんという時、一応これで行きました、これこれこれ、うん、え、まあ、そう、伸ばすか、で一番遠いとこだったの、6合目片道1万2000円すげえな、相当背に腹は変えられへん、やっちゃう、なるわけねえやん、余裕や、ボロボロじゃないよ、ボロボロでも馬なんか乗るか乗るかよ、大阪までお願いして、あの協力金払わないかな、これ何百円、うん、何百円、500円、え1000円、あ1000円、決まった、あれだ、ザックの中だ、あそう、最悪だ、去年7月、7月、うん、7月来たよ、来たっけ、うん、俺行った、言ってんやろ、初めて言ってんやん、初めて言ってんやん、今日どういう脳の構成やん、見てみ、これ弾丸登山やめよう、弾丸登山やん、そら弾丸持って登山したらあかんやん、今のカットします、はい、あれね、日帰りってことなるほど、そう、日帰りや、でもあの山のあれやんけ、サンシャインツアー、なんとか山のツアーではさ弾丸 OK やって弾丸ツアーもあるやんか、なあ、あれでしょ、うん、な何があかんのかっていうと、夜通し登山するってことか、あそういうこと、うん、足元が暗くなる、あれは OK なんか、日帰りは OK なんだ、日帰りは OK なのかな、朝行って夜帰る、うん、まあでもあの僕らみたいな人はやめといてくださいってことじゃない、もう、あもうとりあえず買いとか、買いとかないからな、プロ中のプロは OK、 プロ中のプロはな、トレーラーの人とかな、トレーラーの人は何を置いてくる、出ました、マナー、マナー多い、さっきからもあの しきたりが多いな、しきたりが多いな、お前、ああいいねこれ、おい、たまに見るやつがいっぱいあるやん、もうやんのこれ、えいやだから持ち込みを防ごうやから、登山前のマナーって書いてあるから、そうですよ、泥落とす、泥落とすんちゃうねん、落とすんじゃないの、泥落とすんじゃないの、はいはいはい、はい、大阪のなんかようわからん種や、大阪の種、大阪のなんかようわからん植物の種を持ってくんないよ、いっぱいあるもんね、そうそう、外国人ほんま多いね、多いね、何やこれすごいな、これ水溜り、これあの五大湖、五大湖の富士五湖、富士五湖やろ、よく高さ富士見えんで、これ見えんやろ、今撮りたかったわ、ちょっと恥ずかしかったよな、お、めっちゃ綺麗や、あ雲海がありますね、おあいいっすね、あこっち側見えてくると、これあでも向こう行ったらあれか、見えへんか、今の段階でも見えへんな、あのなんか、シャーってなってる雨雲みたいなの綺麗やね、あ綺麗やな、ほんま、うん、あめっちゃもうこういう山頂の気分味わえんな、ね、これ山頂やん、山頂ちゃうね、これ5合目やね、これ、うん、5合目や、こんなとこ車で上がれるんやね、ああそうやな、樹海や、富士の樹海が見える、樹海が、あ、うん、今日も何人か入ってるかもしれんな樹海にな、うん、すごいやん、いいじゃん、いやーよかったねもうよかったな、もうよかったわ、降ってんが、降ってんが、満足度の降ってんが低いから、標高が高いから降ってんも低い、そうそうそう、あの枠降ってんが低いわ、お湯と一緒やん、水と一緒やん、仕組みもうお湯はいたんかみたいな、実はそうでもないね、そうでもない、もうちょっとまだまだありますんで、あれもうこれ以上上がらんからな、うん、レイン2段ぐらいの気分になってレインいらんな、予報が当たったの、コウタロ予報当たったわぁ、樹海がすごい、樹海がすごいね、へー、富士キックス、富士山って、まあ、今日のきっかけがなかったら一生登れなかったやろ、うん、多分ねいや思うんやけど、うん、みんなそうやと思う、何を、あそのどこどこのやつやめて、うん、富士山行きよっか、富士山なら晴れてるわ、晴れてるわみたいな、せっかく休みあるしみたいな、
空いてるしかな。行き帰りも楽やしな、うん、安いしな富士山。そう何と言っても安い、ね、日本一の山なのに大安売りしてるやん。大安売りすら人口が多いんやお前。そういうことやん、うん、これいつもねあの日曜日とか土曜日とかやったら、うん、ドバッとねみんなゾンビのようにボロボロになりながらね、うん、来るのよあの初心者たちが向こうから向こうからもうボロボロやんほんまもう敗戦へんやねもう負けとんだあれやなあれちょっと戦争に負けたみたいな感じでボロボロの状態でこうなんか金剛杖とかこんな感じ、あの全力にそれに頼って歩くみたいな。いやいやいや外国の人はねやっぱりねジーパンとかね、うん、短パンとかねもうね麺バリバリ着まくってるね。もうセオリーなしな防衛体力でなんとかするから、ね、あの河川いらんねんみたいな。あんま汗かかんしね。あそうなの。ですね今日あそうそう今日はですねあのあれを着てます、今日はですねあのスーパーナチュラルさんからねちょっと商品提供いただきまして、はい、このスーパーナチュラルのでねウーと河川がね、はい、50% 50% の、ね、ベースレイヤーを着ております。はい、でね、まあ、それでベースレイヤーどうなるかというところなんですけどもね、はい、ちょっとね、の山頂まで登って試してみたいと思います。はい、高山とか有馬に向けるときのああこういう感じな、うん、こういう道が嫌いな大嫌い人材性のある人間が住んでて、わざとにしちゃもうわざとすぎるわもうちょっとでもうちょっと頑張ってもうサロンパスがなんか桜んでんちゃうかな刻みつと共同で桜んでるかもしれない。ありがとうございます。じゃあこっから行きます。はい、あそっからが吉田口5号目山登りですね。はい、でここに行く吉田口京ヶ岳 900m 吉田ルート、うん、あこっちも吉田ルートなんか吉田5号目富士山頂こっちやって、まあ、富士山頂行きました。さっきの5号目でまた5号目で1個も登ってないです、うん、まあまあ一応5号目って言っても5号目巡りみたいな、はい、一周してるみたいな富士山5号目巡りツアー後半地獄なの。まあまあ、うん、後半はめっちゃしんどいよ。長いわ長いよ。それ多分落石したと思うわ。あんま前なかったいや分からんけど多分昔落石以外こんにちはねえわこれやべえな間違いなく CR なのに。はい、富士キックスの嫌いな岩場ができました。下山要注意ですよ、ここ通るんで。リンクしてるかわからないですけどね、そこは。大下りこれやってます。そう、そんなになりやすい。ゴリゴリのハイカット入ってこればよかったんじゃ。やばい。ここにプラスチックがついてるサポーターを持ってきた下り。あ、そうなの、うん、そんなもんがあるね。もうハイカットみたいな。もうスキーブーツみたいなすげえな。ガチガチを足を倒れるときは体ごとシナを盛ると思うガーシーやな。ガーシーサポーターに行けそれ盛ろうと思う。すげえな。おお。なんか絵だけで言ったら山頂感すげえ。着いた。こっち見なきゃ山頂。よし。うまい。アウトや。アウトか。はい、着きましたよ。6号目。うん。もう楽勝やん。いやまあ6号か6は123456ってこと。いやいやいや5までバスで来てんよお前。なんか5まで俺だ5まで俺たちの成果みたいな感じで言うなよお前。いやバスやんけそんなはずないバリバリバスやんけお前。俺たちがロープウェイとかゴンドラとかバスとか乗るはずがない。乗ってんねやお前すごいよお前。これいいな。すごいな。待って
ますおはようございます。山頂の山小屋です。下に行ける。もうちょっと先にしよう。ここは人が多いすぎるわ。くっせー。トイレや。トイレがあるから。高太郎かと思って。なんでずっとおるやんか。なんで俺。風向きで。なんで風向きでと。あれ突如によくよ強くする気がないの。これはゆっくり。ここが。どこだろう。6号目やのよし、ちょっとレイン脱ぐわ。もう脱ぎ、俺はサポルタイツだ。綺麗やな、でもほんま。はい、富士キックスめっちゃ綺麗。感動中でございます。すごいよこれ。あ、すごい、うん、はい、よかったよかったもう満足してくれるの嬉しいわ。ごつさはごつさ、ごつさは140 1平方メートルあたり140なんですけども、ドリアンの、うん、あの饅頭です。臭そうだな。視聴者さんからもらって、もう3時間ぐらいだけ寝て、やっぱ後がうるさかったっすね。なんかね、いびきかいたりとか、なんかゴソゴソする音とか喋る音とかね。